未来に残したい情景を追い求め、100人を超える写真家たちが日本中を旅した。キャノンプレミアムアーカイブス、写真家たちの日本紀行。今回はその特別編。旅先は山形県庄内地方。豊かな田園地帯が広がる庄内平野。山々に抱かれたこの地には、古くから出羽三山を中心とした山岳信仰が根付いています。未来に残したい情景、その舞台としてこの地を選んだのは写真家石橋睦美さん。20代の頃から日本独特の自然美を求め、各地の森や山を撮影。近年では自然の中に溶け込む信仰の風景を写しています。石橋さんの変わらぬテーマは自然。心の中では全部自然っていう一つ の骨格があって、そこから発生していってるの。だから神社も自然の一部、自然を風景を見方を変えてくると、どん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 新しいものが見えてきて、気づいてきてね。それでそれは一つまたその時期の魅力になってるんですね。いつまで経っても飽きないですね。およそ1400年前、自然豊かな庄内の地で生まれた山岳信仰。今回の旅を前に、石橋さんが思い抱くこととは。日本のいわゆる神様っていうのは、よく言われるヤオロズの神様って言うんですよ。で、それは何なのかっていうと、多分自然崇拝思想だと思うんです。そこに何か象徴物があれば、それはもう神様で、それはなぜそうなのかっていうと、自分たちの生活を支えてくれる自然、それによっていろんなもろもろのものが成り立ってきてるんで。人々の信仰が生まれたその原風景を求め旅に出ます。石橋睦美、祈りの情景。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。嬉しく。今日はちょっとね、曇りなんで、いまいちなんですけども、天気予報で今夜から降るというんで、それを期待してるんですけども、天気が悪い時は大好きな冬の山形、雪の中に佇む祈りの情景を求めて、車を走らせること50分。お目当ての雪はどうやら少ない様子。すると、すごいね、綺麗だね。これは撮らないってないよね。雲が切れ、姿を見せたのは出羽三山の一つ、真っ白に雪化粧をした月山です。ここのポイントも前から知ってる。いや、ここは全然知って、撮ったの初めてです。あ、そうですか。うん、たまたま、うん、今通り上がり見てたら、えらく綺麗なのが見えたんで、あ、これは撮った方がいいな。神々しいと思いません？ね、やっぱり神様の山、いる山って感じがしますよね。山形庄内平野を見下ろすようにしてそびえる月山、羽黒山、湯殿山。
里から見えるこの3つの山は古くから御神体とされ、出羽三山信仰と呼ばれる山岳信仰がこの地に生まれました。晴れ間がもたらした月山とのつかの間の出会い、寝るのはもう本当に珍しい。ふぶいてもらいたいんだけど、俺見えるよりも。庄内地方に息づく祈りの情景を求めて、石橋さんが最初に訪ねた場所は、出羽三山、山岳信仰ゆかりの地、鶴岡市にある中蓮寺。本殿はこれから降る雪に備え雪囲いが施されていました。失礼します。お世話になります。よろしくお願いします。この前も来たんですよ、あの今年の春に。ここに庄内地方の信仰を物語る珍しい仏様があるというのです。消したら反射取れるかな、あれ。します。おー、暗いな。明かりが足りるかどうかな、ね、問題は。ちょっと取ってみますね。お、大丈夫だ。大丈夫だけども、反射が来てるな、やっぱり。中蓮寺に代々伝わる仏様は、大切にガラスケースの中に安置されていました。もっと下から撮ればいいのかな。よし、 OK。カメラを向けていたのは即身仏。江戸時代、3000日もの苦行を行い、62歳で自ら仏となった鉄門開承人の姿。人々の苦しみを救うため命を絶ち仏となった行者たち。山形には8体の即身仏があるそうです。やっぱりこういうのを撮るとね、あれですよね、心がね、どんどんそのこういうと神域へ近づいていくような感じがしますね。それが本来撮影の根本だと思うんだよね。そして撮っていくと写真の中に命が含まれて。今も昔も中蓮寺は出羽三山の一つ湯殿山詣の玄関口です。入り口ですので、はい、湯殿に行く。あ、湯殿山に向かうためのその入り口になるわけですね。ここは、はい、うん、ここから先は女人禁制になってたんですよね。そうですね、締め掛桜って。あ、締め掛け桜、あ、そこにありましたね。女性の方はその桜に湯殿参りって行けなかったので、ここから先は行けなかったわけですよね。かつては女人禁制だった湯殿山。女性たちは境内にある桜の木にしめ縄をかけ、
ここで湯殿山詣をしたといいます。冬の短い日が傾く中、車を北に走らせ向かったのは出羽三山のもう一つの山、羽黒山にある出羽三山神社。すると参道で山岳信仰にまつわる独特な情景を見つけました。このわらじがね、すごいでしょ、ね、これが多分あの合算詣、羽黒山出羽三山詣の、はい、うん、行き帰りに何だろう、置いてったものなんでしょうね、きっと。立ち寄ったのは正善院小金堂。1193年、源頼朝が戦勝祈願のために寄進したお堂。出羽三山神社の門前町として宿坊が並ぶ街道沿いにひっそりと佇んでいます。木造建築の良さっていうのは、あの古くなると古くなった風合いが出てくるんですね。でそれがいいんだけども、日本のこれも美なんでしょうね。未来永劫ずっとあるわけじゃなくて、だんだん少しずつ少しずつ年を経ていくごとに朽ち始めていくんだけども、ものすごく繊細な色合いが出てくるという、それが味につながっているんじゃないかなと思うんですけどね。今回の旅で石橋さんが使っているのはフルサイズCMOS センサー搭載のキャノン EOS6D。 このカメラ使ってみて、小型で軽量だから、あの使い手持ちでもすごく使い勝手がいい、座りよくカメラアングルが選べるような気がします。出羽三山神社の入り口、随神門に到着しました。石橋さんがこの旅でどうしても撮影したい情景、それは2446段続く石段の先、うっそうと茂る杉林を抜けた羽黒山の山頂にある出羽三山神社の本殿です。ここに羽黒山、月山、湯殿山、すべての神が祀られています。冬化粧を施した本殿が雪の中に佇む姿を撮影しようとやってきたのですが、あいにく雪がありません。それでもそのおかげで、この神社を象徴するこんな情景に出会いました。24の70の、うん、4L ってレンズをこのカメラに装着すると、マクロ撮影ができて、その時にこの小型なボディがすごくあのいいんですね。見つけたのは杉木立ちを覆う青々とした苔。いつ行ってんじゃないかな、こんくらいだったら。ここまでの接写して撮れてるから。この日は夕暮れまで粘ったものの、とうとうお目当ての雪は降りませんでした。
終わりです、はい、ご苦労様でした、はい、あと明日の朝期待したいですね。天気はやっぱり雪で雪雪になってくれるのを願って。そして翌朝、石橋さんの思いが通じたのか、辺りは一面の雪景色。再び出羽三山神社を目指します。どうも、あ、おはようございます。いいですね、最高ですね、思った通りになって、うん、昨日と全然違うでしょ、風景がね、もう全く違うと思います。もう最高暗い中、新雪を踏みしめ羽黒山の山頂へ。すごいね、撮ろう。雪の中、柔らかな光が本殿を照らしていました。よし、うん、ちょっと消してみてくれる？ああ、やっぱあれだね、消した方がいいね。そして石橋さんを歓迎するかのように、辺りに朝霧が立ち込めます。よし、うん、最高。もうあの霧が、雪がだけじゃなくて霧が出たでしょ、はい、だからもうすごい幻想的ですよね。もう願ってもないちゃん、いい撮影条件になりましたね。最高の舞台が整いました。このあの霧の中でね、あのなんて言うんだろうな、あの闇の中にこうライトが届かないところがどん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 闇の中に飲み込まれていくじゃないですか、はい、その、 あのこのグラデーションを出せればね、最高ですね。そうするともうものすごいあの臨場感とか、ここの場の空気感が表現できるんだけども、なんか雪も止んじゃったみたいね。そうです、ね、いいね、これだけ降ってくれりゃ止んでる方が撮影するのには楽だから。すっげえ、もう最高霧が濃くなってね、もう最高ですね。これ月並みは言い方だけど神秘的ですよね。この静着感といい、すごいな。うん、あの、いや、まあこのこと言うとあれだけど、日本画の世界ですね、昔の。これまでにも自然と融合する神域の姿に魅せられ、全国の神社などを撮影してきた石橋さん。神域の魅力とは、日本の歴史のあの 景観といったらいいのかな、環境といったり、そういうものがこの神社という狭い範囲内に凝縮されて残ってるんですね。多分自分があのこのままカメラマンを続けていく上で外せないものなのかなと思いますけどね。自然の中に感じる神々の気配。今日いいね、いいですか、いい。その思いを強めたのは2012年伊勢神宮の旅でした。神さん現れたね、これね。
写真家たちの日本紀行特別編、写真家石橋睦美さんが祈りの情景を求めた厳冬の山形庄内の旅、お楽しみいただいていますか。ではここで石橋さんが神域を訪ねたもう一つの旅をご覧いただきたいと思います。舞台は三重県に鎮座する伊勢神宮。最高神天照大神をはじめ、さまざまな神が祀られたその場所で、石橋さんは神の気配を探し求めました。2012年3月に訪れた伊勢神宮。しかし旅の始まりはあいにくの大雨。神域だとか森の写真撮るにはこの最高の天気ですので、木も濡れてお社も濡れて、もう日本の風土っていうのはもう湿気感に満ち満ちてできてる風景ですから、その風土を反映するのに最も適した天候っていうのはやっぱり雨の日なんですよね。それもたっぷり降ってる方がいい。じゃあもう今日なんていうのはもう最高ですね。雨がもたらすしっとりとした祈りの情景。伊豆津川を越えるとそこはもう神域です。これがね、伊勢の素晴らしさってな、これがみんな彩色してないんですよ。いわゆる色を塗ってないわけ。木のそのままの皮を剥いただけの木なんですね。これが素晴らしいんでね、その自然のままそのままの姿をこう建築物に使ってるところが、これがすごいところで、およそ2000年前天照大神を祀るため各地を巡った大和姫の御事は、自然豊かな伊勢の地に理想郷を見出しました。どこまでも続く広大な森、清らかな伊豆津川の流れ、この森の奥深くにお社を建て天照大神を祀りました。ここがみたらし場になるわけですね。ここがみそぎの場になるわけだけども、かつて参拝者が身を清めたみたらし、この日は折からの雨で水かさも増していました。こういう川の流れをね、見つけた時ってのは大和姫が初めて見つけた時のことを想像するわけですよ。そうするとね、ここもう本当に素晴らしい場所と思えたでしょうね。今日はいいね、いい、素晴らしい。とにかく色気がもう地味で、この派手さがなくって、とここで突然走り出した石橋さん。霧が舞ってね、いい雰囲気になってきたですよね。夕暮れ時、立ち込めた霧が神秘的な風景を作り出していました。あんなとこで止まらないだろうかな。神の気配を探して参道をさらに奥へ。どうしてもこの写真はなくてはいけない場所ですから、伊勢神宮を語る上で、それにはちょっとこだわって。
石橋さんが最も撮りたかった場所、御正宮。目の前の石段を登ったその先に天照大神が祀られています。この白い布が何ていう布かわからないけども、その奥に神様がいるわけですから、あの白い布ってのはえらく神聖に見えるわけですよね。だからそれをいかに神聖で神々しく見せられるかというところに気を配るわけです。そして翌朝、小雨降る伊勢神宮の境内に再び石橋さんの姿がありました。やっぱり神域っていうのは夕方よりも何よりもこの朝の清涼な空気感がいいですからね。爽やかな空気感がこのカメラが表現できたら最高ですけどね。すると日の出とともに雨が止み、神々の森は全く別の表情を見せたのです。神さん現れたね、これね。断然いいね、これね。長年にわたり神域を追い求める石橋さんの思いが尽きることはありません。さて CM の後も写真家石橋睦美さんの山形庄内の旅は続きます。どんな祈りの情景が待っているのでしょうか。山形庄内で見つける祈りの情景。あれみんな無駄でしょ、もうあの辺は。遅い分なんだけど。あれ無駄なんですか。祈りの山を覆う一面のブナ林。かつて出羽三山は噴火を繰り返す行かれる山でした。しかし時が経ち静寂を迎え、恵みをもたらし始めた山に人々は神秘を感じ、出羽三山信仰が始まったのだそうです。さまざまな命を宿すブナの森。石橋さんが狙うのは庄内地方を潤す森の情景。昔がこう綺麗なんだけど、木立がねまとまってうまく、はい、いいところがないな。もうちょっと歩きたいけどいい？はい、大丈夫ですよ。次が出てきちゃったか。ブナのね、木立がちょなんていうんだろうな、整然と並んでるような場所で、木と木の間から目立つ木が見えるようなね場所を見つけて歩いてるんだけども、遠くの木と、ま、手前の木との間で対比ができるんで遠近感が出るようになるんですね。
石橋さんが次に向かったのは出羽三山の一つ湯殿山の麓にある集落。20代の頃だと思うんですけどね、その頃はこの辺にまだ何軒かあったんですよ。それで桜の木があったりなんかしてね、桜の木と多層民家をこう入れて写真撮った記憶があるんだけども。雪深いここ田麦俣の集落には多層民家と呼ばれる昔ながらの家が今も残っています。ごめんください。どうもすいません。はい。あの、来たかって。やっと来ましたので。天気悪くて。なんか雪が強くて、いい感じですね。築およそ200年。今は資料館として公開しています。ああ、いいな。これ聞いとくと、本当は敷いてもいいんだけども、火が跳ねて。ああ、危ないよね。危ない。あ、そういうことで。ああ。うん、多層民家はその名の通り、1階が生活の場、2階が作業場、そして3階に蚕を飼育する部屋と3層構造で作られた住宅。長い冬を過ごすための知恵が込められています。ここ田麦俣は出羽三山詣の宿場町としてにぎわった場所。今この地区はあの昔あの歩いて湯殿山まで、はい、または山形の方まで行く、ね、その旧道六汁の海ですよね。そうです、はい、ここは田麦俣ってのはそういう人たちが昔往来した人たちの一つのまああの宿場じゃないけども、宿場だった。だったんですね、うん、やっぱり。旅籠？ね。旅籠は旅籠は6軒か7軒ぐらい。そうですか。あったみたいです。かつての暮らしを物語る多層民家も今では2軒を残すのみとなりました。さっきこの室内ちょっとどうぞどうぞ撮らせていただいて。この囲炉裏を入れて撮った方がいいよね。近くから狙った方がいいかな。石橋さんが囲炉裏端にイメージするのはかつての信仰の情景。ここで石橋さんスマートフォンを取り出し無線LAN機能を使って撮影です。ここちょっともう引きがこれ以上ないんで、もう精一杯なんで、ここでこれを使うのがすごく便利。こういうのがいいんですよね。こういうのが信仰の原点なんですよね、多分。なんかすごいね。いいですね。ちょっと明かりがこう漏れて見せられちゃうね、これ。
すごい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 。よいしょ。石橋さんのイメージはさらに膨らみます。雪が降ってきたんで、はい、この雪がわーっと降ってるのと、この多少民家のこう隠れて取って、はい、そうすると雪国の山村風景っていうのが、かつての山村風景っていうのが、はい、なんとなくイメージできるじゃないですか。そういう感じで、今回の旅で石橋さんにはどうしても訪れたい場所がありました。山々からブナ林から出した水は流れてきて、でソマミアの水を利用して水運が発展していって、でそこでもものすごい交渉が生まれたんですね。水運を利用し発展した商人の町サカッタ。かつての繁栄を物語る豪商本間家を訪ねます。お邪魔します。お世話になります。よろしくお願いいたします。江戸時代、戦国船による商いで流盛を極めた本間家、その旧家が当時の姿で今も残されています。そして向こう半分は商家作り、はい、生活感の一番あるところが取れればいいなと思うんですけれども、やっぱり台所が一番いいんですかね。うん、そういうところがいいと思うんですけど、当時の人々に思いを馳せ、束の間のタイムスリップです。普通ね、商人でしたらね、台所は土間でございますが、本間家は武士の身分を頂戴しておりました。あ、それで板の間になってるわけ。この辺から一枚ちょっと撮らせてもらいましょう。やっぱり人間ってやっぱり食べることが最重要なものだから、そこに何か声が聞こえてきそうじゃないですか。うん。台所の風景はね、息遣いみたいなもんだけども、襖だとか欄間のね、すごいこだわり方、そういうものを作り出した心意気、それは大事にしたいなと思いますね。生活感の匂いのとこが、これいいね、素晴らしいね。襖越しに、さりげなくお金をかけてるところがすごいですね。そうね、これすごく良かったね。今パッと見て、ここに船をつけて、ここから上げたらしいんですね。すごい賑やかだったでしょうね。それで北前船が美しい。で、ここで集積したものを全部、今度は北前船が運んでいったわけですよね。
三日月妊婦がずっと通ってった足跡なんだよなということをなんか理解してね取るようなことになるわけです。時間帯いいですね、この時間帯ね。うん、なんか陰性の感じがあって。うわ、すごいいいね。うわ、すごいいい色が出た。ねえ、一瞬、ふわーっと来て。もうこんなの撮っちゃうと、今撮りたくないよね。水がもたらしたかつての繁栄に思いを馳せて。石橋睦巳、祈りの情景。再び出羽三山神社を訪ねた石橋さん。最初に訪れた時とは風景が一変。辺りはすっかり雪景色です。誰もいない静寂に包まれた境内。石橋さん、雪の中でどうしても撮影したい情景がありました。やってきたのは参道脇の森に佇む五重の塔です。今からおよそ1100年前に創建、国宝にも指定される東北地方最古の塔と言われています。一説には平将門が建てたとも伝えられています。こういうところが面白いんだよね。平将門がここまで来たかななんてね思っちゃうところが、だけどそれがこうなんか夢みたいなものを誘うようなね。実はいつも通るここへ来て通るのはあれなんですよ。あの杉の木立と木立の間から垣間見えるね、あの小さな社がすごくあの、うん、情緒的なんですよね。でこの前来た時にね、ここはもっと雪が降って吹雪がこう舞ってたわけ、はい、もう木ものすごい風雪が飛んでてね、その中で撮った写真はすごくもうあのいかにも東北のこの半蔵さんの、あの自然環境が映し出されているような感じでね、とても気に入った写真が撮れたんですけどね。ここの狙いは逆にその地面に降り積もったね薄い雪のグラデーションがとても綺麗なんで、それを生かしながらあの初冬の佇まいみたいなものが撮れたらいい、表現できればいいかなと思って。かつてこの地を訪ねた人々に思いを重ねて。これが場所の歩いた道でもあるんですよね。昔人もこの道を歩いて
萩野さんへ詣で月山へ登ってったんだっていうね、ちょっとイメージしながら、イメージすると楽しいですよね。僕らみたいなカメラマンっていうのは学者じゃないから、自分の中で勝手に解釈していいわけですよ。でも写真芸だって芸術だから、それ自分で作り出さないよ、色も構図も全部。先人たちも歩いた神への道。今回の旅を終えて石橋さんは、変化に飛んでましたね。それだけじゃなくて、変化に飛んでるだけじゃなくて、20年以上庄内来てて、まだ知らなかったものがここにもあったんだということを知った驚きというか、それによってまた来ようという気になりました。とてもいい旅をさせていただきました。人々が祈りを捧げた出羽三山の山並み、当時の信仰を今に伝える即身仏、かつての参拝者たちを癒した囲炉裏端のぬくもり、そして石橋さんが未来に残したい情景として選んだ写真は、早朝雪の中に照らし出された出羽三山神社。かやぶきが完全に埋もれましたね。静寂に包まれた森に神の気配を感じた一枚でした。